はい。皆様、お晩ですね。ちょっと待ってくださいね。今、コメントを出したりだの、なんだの、なんだの、こうだのしますからね。コメントを出すには、こちらの方をポチッと押しまして、からの、お、出た、出た。出たかで、出てるのか本当に。出てるような気もしますと。はい。まあ、これはこれでいいとして。えー、はい。あ、一応これも出しといて、これも出しときますと。よし。 い皆さんこんばんこばは、えー、今日は10時の2分を過ぎたというところですがいかがお過ごしでしょうか、えー、私はですね今日何、えー、やかんやありまして新しい「歌ってみた」の方を投稿いたしましたはいえつみきさんの「4 2にい」でっかい「い」ですねはいこちらの方をね私投稿させていただきましたちょっとね、えー、最初にまず、えー、本題に本題の方に入る前にですねいろいろと私、えー、お詫びをしないといけないなという これはもう,もう皆さんにというよりかはも,うもはや積み木さんにというあれなんですけれどもねえ自分はあのずっと「フォニー」ってちっちゃい「イ」だと勘違いしてましてちょニコニコでですねずっとね「フォニー」ちっちゃい「イ」でね検索してたんですよねどうりで引っかかんないなと思ったんですよ俺うんあれないなーとずっと思ってたんですけどはいで今回 YouTube の方にですね今日投稿しましたけれどいつもですね YouTube にしか 作家さんがというか、まあ、ボッカロ P さんとかがね YouTube にしか上げないんだったらなんかその本人のそういう YouTube にしか上げない何か意図があるのかもしれないと思ってやっぱり私たちみたいなこの子供作品小作品の人たちは、まあ、順次た方がいいんじゃねえかなというね、まあ、俺の勝手なセオリーがありますんでそれにあの順次たところですね、えー、普通にニコニコにもあったというあの指摘をいただきましてということで、あのーまあ、ちょっと今日もう遅いんであれですけど明日ぐらいに。 あのー、ニコニコにもあげられたな,なというところであります。はい確かあの、アンデッドアリスとかでしたっけね、デコさんのですね、なんだったかの曲でもですね、あのー、YouTube にしか上がってない曲が、ね、あるんですよね。その時はですね自分、デコさん、ほら、言うても連絡が取れるもんなんで、聞いたんですよ、デコさん、あの曲って YouTube にしかないですけど、ニコニコにもあげていいもんなんでしょうかって一応聞いてですねあ、いいっすよって言うんで。 ななんんか上げたたような作品もたまにはあるんですけど自分ちょっと積木さんあのー、話したこともなければちょっと連絡先もいまいちわからんということでちょっと億劫なんでまあちょっとそんな感じでいければなっていうところですねはいああいや焦りましたよ今日の焦りはなかなかあの上半期でも、えー、ランクインしてくるぐらいのちょっと焦りでしたねえー、<laughs> 普段どんなに焦ってないんだっていう話ですけどもそれぐらいの焦りを あの産んでししままいました、えーまあ、そんなことなんで、えー、っと明日あたりに、えー、ニコニコの方にもフォーニーの方を上げていこうと思うんですけれども、えー、だったらいつも通りニコ生でやれよというね <laughs> あれもあるんですけど、ね、<laughs> ツイキャスでやりますって言っちゃった手前ツイキャスでやりますはいまあ録画が残りますんでどっちでも見れてもいいんじゃないかなっていうところですねあ、えー、あとは、あのー えー、あとあれだわ <laughs> さっきラインアットでさっきっていうかちょっと前にラインアットで「ファニー」って書いちゃったんですけどこうひらがなでさ「フォニー」って打ってから変換のところになんかこうパパパっていっぱい出てくるののね一番左がなんか「ファニー」になってたんで気づかずフォンって押しちゃったっぽいんですよね「ファニー」だったんだなとねでももう散々今日は間違えましたんで今日は真面目にえ解説の方放送の方をやっていこうかなと思いますはいえー、えー、<laughs> そうなんですね いや真面目に今日はやっていこうと思いますじゃあ画面の方を見ていきましょうはい、えー、今日のファニーファニーじゃないと <laughs> もうやだ <laughs> ファニーじゃないえー、っとフォニーですねえー、今日はフォニーです <laughs> 今日はフォニーの方をやっていかなきゃいけないんです <laughs> はいいやんで俺こんな焦ってるのかっうとですねなんかあの家のね模様替えをしようと思ってねテレビを無駄に壁掛けにしようかなと思って <laughs> あの何、ー、て言うんでしょうねあの何、ー、て言うんでしょうあの壁掛け にするアイテええー、でつけてたらなんかあの <laughs> テレビ落ちそうになりましてね壁からあれ <laughs> と思って <laughs> そうちょっとねあのテレビぶち壊れるところで危うくまあそういう焦りもありながらですねちょっとさっきから俺基本的に焦ってるっていうですね中、えーえー、真面目に落ち着いて放送していきますはい、えー、今回の積木さんのフォーニーですねこのような 感じになってます音量としてはまあこんなもんでいければなと思いますはいどうでしょうかまあそこそこあでもここから結構音量がドンときますからね、はい、はい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 まあまあこのくらいの,の,らいのまあまあまあこのくらいのという感じでいきましょうかはいじゃあで今回あのー、説明文にも一応書いたっすけど えーっとキーをプラス3でキーをまあこれちょっとややこしいですけどキーをって言ってるんですけどその演奏のねいわゆる皆さんがそのカラオケとかに行った時にあのキーっていじるとかありますよねあそこをプラス3にしましてで自分はボーカルのメロディーはその奥下で歌ってるんですけどね単純にプラス3って聞いたらなんかすげえ高い感じに聞こえるんですけど、まあ、そういう感じのプラス3で歌いましてで多分なんですけどちょっとあの音を音ってか。 歌ってないんであれなんですけど多分自分こうねメイちゃんみたいに元気でもいけたと思うんですよねなんとなくはただ結構高いんですよこの曲あの高低差がすごい激しくてですね A メロは結構こう低い感じなんですけどサビのねなんか「愛のように」のとこがまあ一番高いんですよねで元気でいくとめっちゃ高いんですけどまあ多分いけたかもしれないんですけどメイちゃんはさ声質的にはなんかその元気で歌っててもこう結構ああいう感じでまとまるんでいいと思うんですよ自分、うん、でも俺がさ多分 これ元気で言っちゃうといつもみたいなさスパーみたいなうわーみたいなボーンみ,みたいな感じで歌っちゃうと思うんですよね歌っちゃうと思うっていうか、まあ、そう聞こえちゃうと思うんですよねで曲的になんかそういう方が合わないんじゃないかと俺的には若干思ったんでちょっとこうし,、まあ、しっとりってほどでもないですけどちょっとこう若干おしゃれめな方のロックに寄せたいなと思ったんで今回はこういう感じでいきますってことで、えー、1A じゃなくてこれは 0C ですね えー、0C じゃねえなコードはよでゾーカよりだからこれ 0A ですねはい 0A の方からいってきますはいじゃあこちらの方を見ていただきましてはいちょっと波形波形これぐらいにしておきましょうかねはいじゃあこれでちょいと見ていこうと思いますまずはイントロこのよで増加よりき麗な花はないわなぜならばすべては嘘でできているアンティパシーワール パン,パン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 。ラルラルラはい、えー、結構出だし、なんでで演奏の方もですね。全然あの音数がまだ少ないまま。ピアノだけだね。だピアノだけで進みますんでで、最近のあの新しい防火ボーカロイドみたいなあのカフって読むんですか？あれは、えー、あのカフちゃんにですね、えー、自分はあの非常にリスペクトを抱いてますんで。ではい、あと積み木さんのあのね。あのね、このカフちゃんのね。 もうこの感じが非常にいい感じになってますんで今回はかなり歌い方というか雰囲気の方も頑張って寄せて歌ってみましたはい非常にこのような感じで進みますただこの出だしから結構音程の,あの動きがむずくてですね、うんまあ、なかなかいっぱいなかなかいっぱいというところでしょうか おおすごいあ32テイクまでいってますねちょ。出だしのつまずきがね多いんで最近あの自分あの宣伝になるんですけど自分はあのアルバム出したんですけどもね「はいあのアンノンパラドックス」ってあのアルバム出てるんで皆さんあのぜひ買ってくださいね。でどっかのですねもうどこのか覚えてないんですけどインタビューの方でですねこう一番最初の節でその曲のこう雰囲気を決めたいんで。 あのー、一番最初の節だけめっちゃテイク数が多いっていうですねなんか話をどっかでしたんですけど、まあ、それに習っていえばこの一番最初だけ多いんですよね他はまあ言うてもうんまあまあ10回ぐらい取りゃ終わるかなっていうとこなんですけど最初だけ32テイクもしましたね、まあ、それぐらい結構むずかったですはい結構むずかったですねはいということで続きの方を見ていきます続きの方を。 見ていきます。<絶望 S 1> はい。でこちらに行きますね。絶望の雨は私の傘をついて閉めなす眉と心の裏面煩わしいわ。うんちょっとねダウナーな感じっていいんでしょうか。うん。 の感じを目指してます今回、あのー、カフちゃんのさ歌い方的になんかそのオクターブ下げみたいな語尾が語尾がオクターブ下げみたいな箇所が結構何箇所か出てくるんですけどそれ以外でもですね結構こうふわふわしてる感じの音色のところが多かったんでそこを狙ってますねで。自分ちょっと奥下で歌ったらいいんですけど多分この絶望の「ゼがです、ね、俺が低い声で出るギリのところなんですよね。ここ あ低音の方って低いですねあとこの「湿らす」とかのね歌い回しっすよねこれあのこれあれっすね放送だとここ見えますよねこれテンポ170っていうですね結構早いんですよこの曲170って言ったら <う>ん <laughs> でちょっと全然別の例え出てこないんですけどま170っって言って言結構早いいわけですよはいそこでですねあのこの16分音符の「ですねしめらすましめらすまえみたいなあの訴え回しがここあるんですけど全然追いつかなくてですね喉の調子がうんここ結構あのカフちゃんに寄せるにはむずいポイントでしたね。 絶望の雨は私の傘をついて湿らす前髪と心の裏面煩わしいわは,はいという感じで進みまして、えー、次の節一英ダッシュみたいなところですねこちらを、えー、低い方と奥上でやってみてますいつしかことの歯はどうにかできてことの身が私に触れている鏡ねおつり嘘を描いて自らを見失ったメイクうんこの語尾が グッと下がる感じねここは普段自分あんまりやらないんで難しいポイントその2ですねその3かもしれませんじゃあこ奥上の方ですねあんまり主張しない方の感じの声の出し方の方でやってみましたけども聞いてみます しかことのはまとにかわりったことの身がたしに触れている鏡ねもにもそうえいて自からを見失ったメイクうんぴったりはまってていいですねでえパーパッパラパパラパッパッパッですねここもまあ上下いるぐらいでしょうか最初は最初はねうんかつちょっとまだ弱い感じで進みますパパパラパパラパパッパッうんこれ下っすねでこちらがパパパッ 普通に上ですねはいまあ奥下でこうメインメロディーは歌ってるとはいいですねちょっと要所要所普通にあの普通の元気元気っていうかまあそのメロディーの方も入ってるんでちょっと華やかさと清涼さと明瞭さがプラスされてるかなとは思いますでこのあれか次のとこかちょっとここだけ出しておきますね パッパラパッパラパッパラ。なぞなぞ。数えて遊びましょう。なぜなぜここで踊ってるでしょはい。ええ、ここもですね。うん、なんだっけ。パッパラパッパラパッパラ。なぞなぞ。ここの上上がるやつもむずいですね。うん。こんなに上がられるとって感じですよね。こんなに上がられると、それはなかなかむずいとこですね。パッパラ。なぞな数えて遊びましょう。 ここもあれですね。あびましょうあびましょうですね。うん。なんていうんでしょう、こういうのって。ちょっと和っぽいですよね、ここの歌い回しって。うん。これは難しかったですね。はい。で、こちらが。こっちは、あれですね。前半のこちらの方は、えー、低いとこから上にと。で、こっちは高いとこから低いとこに、えー、同じ音程でこう下がるんですけど。 単純になんかその「なーぜーなーぜー」じゃないんですよね「なーぜー」今度「ぜ」はなんかちょっとフォールしていかないといけないんで170のテンポでフォールしていかなきゃいけないんでここは結構ニュアンス気をつけたいポイントですね。ななでここサビに繋がるところなんで,でサビは一気にこうね波形見ても分かる通り演奏が一気に華やかになりますんで。 ちょっと助走をつける意味でも、えー、歌の方も助走をつけていこうかなっていう感じで語尾を強めにいくとでこちらがサビちゃんですねサビちゃんは2個に分かれてますんで前半の方を切っていきます簡単ななこともわからないわあと知ってなんんだっけそすら夜のの手ににされて愛のようにうん、いいですねえー、あんまり自分使わない音域の普段のとこの 低いとも言えないですけどまあやたら高いとも言えないちょうど中高域ぐらいですか、うん、中高域ぐらいの音域で真面目な顔してそうな時の方の荒木さんが歌ってますね簡単ななこともわからいいですねたまにはこういう方もいいなと思いますね でなんで「簡単なこともわからないぼうからないぼう」ここのここのまたこの下げるやつねうんまあピンポイントであそこに当てるっていうのはなかなかなか,なかな中ですけども、えー、うまくいったテイクを選ばせていただきましたというところでしょうかで、えー、ちょっとこいつは一旦ほっといてこのハーモニーの方を見ていきますまず低い方のハーモリー「なこともわからないわ私ってなんだっけ?」 を出されて愛のようにはいっていうハモリとですねちょっと高い方のハモリを自分今回、えー、また勝手に考えてつけてみたんですけどちょっと下る感じのやつでいはどうでしょうこのハモリ結構俺目立ってて面白いなと思うんですけど「残念なこともからないわあたしってなんだっけ」 デデデデデンテデデデン「はい」のようはいという感じですね、まあ、まあ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 ちょっと聞いてみましょう「旦那こともわからないわ私ってなんだっけ夜の手にこだされて「愛のようにさよならも言えるまま泣いた「フォニーフォニーフォニー嘘に絡まってる私はフォニー」<music> うん 低い方のハーモリーはすねでこっちの後ろの方ちょっと先に聞きますね間違えた爆音ですいませんさよならも言えるフォニーフォニーフォニーうんここのフォニーのところはフォニーフォニーフォニーですねはいだがるうんすけどちょっと自分こっちでつけたハーモリーがですね聞いてみますかね はい同じメロのフォニーをちょっと3連発で入れてるんですけど多分違和感ないはずですうんいいんじゃないでしょうか <laughs> 俺がいいんじゃないでしょうかって言ってるだけであであこちらのメインの後ろの方も聞いてみます さよならも言えぬまま泣いたフォニー、フォニー、フォニー嘘から待ってる私はフォニーアンティパシーはなるほどなるほどと言ったところでしょうかじゃあこちらのやつと

非常にに綺麗ままととってるかなというところですねはいで今なんかコメントありましたね、えー、LR で分けるんですね <laughs> そうなんですねあのなんかハモリあまり録音をこう普段まあふだっていう言い方もあれですけど録音しない人からするとね LR とかステロっていまいちわけ分わからんと思いますけど これは一応モノラルのファイルってやつなんですよね昔のなんかブランカーのテレビとかだとモノラルとかステレオみたいな音声の選択があったと思うんですけどモノラルっていうのはもうど真ん中ちょど真ん中ど直球ですよええー、こいつがこう真ん中にあるとすればこれど真ん中ど直球モノラル何の広がりもない何の広がりもないのがモノラルそしてこいつが 横になってはい、広がりを得ましたねでハモリの作り方としてはですね、まあ、単純に、えー、同じフレーズを2回取って左右に振るかこいつを1本取ってですね、えー、ハモリを1回録音してですねこいつをですね、まあ、コピーしますよねこいつをコピーしましてあ間違えたこうだった これコピーしますよね。そしたらこれ一応同じやつが2つになっちゃうんですけど同じやつ2つだとですねなんか位相があの反転し合ってですね消え真ん中から聞こえちゃうんですねこれねちょっと聞いてみましょうこれあ間違えたはいこれをねこのようにすっとですね一応これほら右と左に振ってるっすけど同じやつはいなぜか真ん中から聞こえちゃうんですねそう だから同じ全くこの波形とかが同じファイルだと真ん中から聞こえちゃうんでここいつをですねこのコピーした方をですね、えー、タイムをずらす,すタイムをずらすってどこにあるんでしょうかね <laughs> ちょっとわかんないんですけど、えー、っとタイムをずらすとか今適当に言ったはいいんですけど、えーまあ、ずらすっていう項目がないんで、まあ、手動でこうね、えー、仮にこうずらすとしますよ。はい <laughs> 手動でこのように、えー、1ミリずらしました1ミリずらしますとまあ急にステレオになるっつうわけですねはいんでかはわかりません、えー、そういう詳しいことはあのー、ヤブさんの方に、えー、<laughs> ヤブ AKOM の方に聞いてもらってよろしいでしょうか <laughs> まあなんかそういう音の仕組みがあるっつうことですよでも自分はあのー いやそのずらしてハモリやる方法もあるっすけど、えー、と一応その2回取って振った方がですねこうリアルといいますかリアルといいますか何て言うんでしょうかこう実のある音になりますんで労力をいとわない方であれば2回取った方が音源的にはいいと思いますけどね、うん、まあこれはねいろんな派閥がありますんで、えー、そんなもんはこの。 エフェクトでステロを広げちゃえばいいんだよみたいなね派もありますけれども自分はあの昔ながらのロック派なんでちゃんと取るという感じでいきますということで、えー、何でしたっけあここね消える消えるここの方も聞いてみようと思います消消える消えるるはい消えてますでこちらの、えー、奥上これ奥上っすねこれも聞いてみますはいこいつらを合わせることによって消えてますね 完全に消えてるというところでしょうかはいじゃあこのままアンティパシーワールドで 2a の方に移っていこうと思いますアンティパシーワールドはいで、えー、2a の方がですねミックスされたらあのちょっとこう ぼやけてるエフェクトかかるっすけどこれは生で聴いていこうと思います「いつしか空のネガヒアリナーリアット」「のメガなたを入いている、うん」ちょっとあのー、さっきの 1A ダッシュと同じとこの構成ですね1番よりかはもうちょっと弱く歌ってる感じでしょうか「いつしか空のネガヒアリナーリアット」「のメガなたを入いている」「鏡に映る私は書いて誰しもが見間違った胸像は」 <laughs> えー、別にふざけてるわけではないんですけどまず、えー、ここっすね鏡の「か」ですねここのか「か、えー」がちょっとこう飛び道具的に入ってきましてあたしあたしの「た」か「た」のところもちょっと潰して歌いつつあやべあボカロのファイル消しちゃったや、えー、ボカロの「 方ですとこの最後の巨像のところがなんかこう上がってるように自分耳的には聞こえたんで、まあ、これで上がってなかったら俺の間違いポイントがどんどん増えていくんですけど、まあ、なんかこういう風に聞こえましたんでこれもあのカフちゃんの方をリスペクトしまして同じような感じで歌ってみたなというところですね。ですね。え、はい。え嘘。フェイクって読むの さらに俺の間違いポイントが増えていくいくやそれはまああのー、本当に勘弁していただきたいこれはもう共像ですねもう俺という存在が共像になりつつあるというところなんじゃないでしょうかこれはうん最近なんか頭おかしくなってるんじゃないかなっていう, <laughs> っていう <laughs> あの説がだんだん浮上してるんですけどはいもしかするとえー、もしかしてそうなんじゃないかって自分若干思い始めてるんですよね ということで気を取り直してこのその後ろのとこ行ってみようと思いますどうせ愛なんて物に群がりそれを欲していけるのだ今日も泳いでいる夜の電車が通り去ってゆく踊り明かせよはいえーそう <laughs> そういう感じでしょうかちょっとこれ、えー、もう一回見てみようどうせ愛なんて物に群がりそれを欲していけるのだ今日も泳いでいる夜の電車が通り去ってゆく踊り明かせよ はいえー、っとここはですね、えー、だんだん演奏も力強くなってきてますんで徐々にね、まあ、リズムパート入ってくる感じで、まあ、自分の歌も強くなっていこうというところでしょうか、まあ、だんだん言ってることが薄くなってきたので、えー、2B の方に行ってみようと思います、はいえー、2B はですね、えー、この「パッパラパッパッパー」の方もですね、うんまあ、パッパラパーなのは俺の頭なんですけれども、えー、こちらの方もちょっと1番と違ってちょっと力入れる感じで歌ってみております パッパラパッパラパッパパはいいい感じですねうんタンタッタラタタタタという感じでちょっとこう力入ってる感じですね力ってなんだよってとこですけどもえっと一応この1番のとこも聞いてみましょうかパパパパパパッッッッララはいこのような感じちょっと弱いっすよねただこの2番に入ることによってえ急にですね はい、ちょっとこう破裂音を残しながらの方になっておりますで奥上ですねうん俺の頭のこと言ってんのかこいつははいいいですねで一番と違ってハモリを追加してちょっと一番と違う感じをさらに演出さらに演出していくほうパッパラパッパラパッパッパッとはいこれ合わせてみますね あいいですね厚みが生まれましたうんいいですよあなたはいでこちらのえー、っとメインメロの方すねこちら聞いていきます、うん、もうもうぐるんぐるんしてますねでこちらがすねちょっと一番と違って2回に分けてるんですけどここだけ聞いてみようかなじゃあもう俺の操作 方法もなんか変な感じになぜよなぜよはいちょっとここだけにえーちょっと集中して録音してみましたよりなんかフォールしていく感じが出ててはいこういうテイクが私は取りたかったんだなということを再認識していくなぜよなぜよおいいねちょっと聞いてみるかつないでバージョンをなぜよなぜよはいほんで こちらの後ろに映っていくここが痛むのでしょううんいつもの俺のあの息の残りがみてぇなやつがここにいますねここが痛むのでしょうここのここに俺の息の残りがみてぇなやつがいますねえーこれはあの頑張った証として、えー、消しておきますと、はい、消しましたここが痛むのでしょうよし まあこのスッキリしたところで続きの方をやっていこうと思いますはいでこちらで、えー、ス,スーパー積み木タイムだから STT の方が始まります痛ムのでしょうピーピッ,ピーピッはいさといったところで私の方もさといってみようと思いますこここから、えー、いわゆる落ちサビのようなところが 始まるんですけれどもえー、っとメインこちら見てわかる通りですねメイン、えー、奥上となんで巨大化してしまったはい、えー、メインと奥上と奥下っすねはいということでここからここから急に3オクターブを駆使していくということになりますということでまずはメインパートを聞いていこうと思います散々な日々は変わらないわあいいね艶やか雑忘の雨は止まないわ おい,いいよ。サヨナラモイエルママナイタフォニーフォニーフォニーウソニカラっている。ただ。うん、いいよ。非常に良い。で、えー、奥上のほすね。サンサンダは変わらないわ。うん。はいはい。サンサンは止まないわ。弱々しいまだ。さよならも言えるまま泣いた。フォニーフォニーフォニーウソニカラマテイルタタウはい。 まだ弱々しいそして奥下かさらに低いだなんて「散々な日々は変わらないわ」<く>「低くなる世界」「絶望の雨は止まないわ」「なるせではない」「さよならも言えるまま泣いた」フォニー「フォニーフォニーフォニーウソニーかっているだっ」「ただ」うんいいですねこのように三世で進んでいきやすちょっと聞いてみますか「桜な日々は変わらないわ」 おいい盛り上げだでここから引き続き3世のままメインが進みましてさっきのハーモリが入ってきた挙げ句転調してるということですね盛りだくさんだということで、えー、この辺かなこの辺から見ていくことにしますかね こっから行きますじゃあまずメインパーツ簡単なこともわからないわ私ってなんだっけそれすら夜の手にほどされて愛のようにおうもう一回聞いてみよう簡単なこともわからないわ私ってなんだっけそれすら夜の手にほどされて愛のようにはい非常に、えー、エモい感じですね この愛の愛ようにもですねあの最近使いがちなこのヒーカップ商法のというやつですかえこれを使ったことによりもう「愛」じゃなくてギリギリ「はい」に聞こえちゃうというねまあそれはちょっと僕の癖なんでしょうがないんですけどちゃんと「愛」って言ってるね言ってましたはいじゃあ奥上の方もちょっと聞いてみようかなと思います簡単なことのわからないわ私ってだ

あーそれは高いよなーって途中で思ったんですけどまあや,やり始めちゃった手前やめることもできずですねまあなんとか頑張ったというところでしょうか簡単なななことともわかららいあっっててんだっけそれれすら夜のの手ににされて愛のようにる私はフォニーまあ さすがに全部裏声じゃなかったら死ぬといったとこでしょうかねで、奥下の方を聞いてみようと思います簡単なこともわからないわ私たってなんだか、それすら夜の手にほとされて愛のようにさよならまたねと呟いたフォニーフォニーフォニー嘘に絡まってる私たしはフォニーうんこれはちゃんと下を支えてくれていますねであ、メインの後ろ聞くの忘れてましたねこっちは聞いてみます さよならまたねとつぶやいたフォニーフォニーフォニー嘘に絡まってるあたしはフォニーゾーだけが知ってる秘密のフォニーはい1サビはあのここの最後の、えー、ここなんだここあたしあたしはフォーニーってここ死もなんかグッと上がるんですけど一番はねあの普通に地声の方で言ったんですけどこのラスサビのところはですねこう裏声を駆使することによって えまあ、いい感じを出しているとはいあとここっすね造花の「増ぞ」か「ぞ」ってところを一気にビブラートをかけることによってエモい感じをさらに演出していくと「増加だけがザーですね、まあ、これねうんまあまあいいやこれ自分癖なんであれなんですけど。ということで。 こちらをちょっとバッと聞いてみようと思います。簡単なこともわからないわ。私ってなんだっけそれすら夜の手に脅されて。愛のように。さよなら、またねとつぶやいたフォニー、フォニー、フォニー。嘘に絡まってる。あたしはフォニー。おう。という感じですね。で、ここの消える、消えるもまあ、だいたい一緒ですと。消える、消える。はい。

いいんじゃないでしょうかじゃあこいつをもう聞いちゃおうかなっつことですよねちょっと聞いてみます簡単ななななこととわわからららいいってなんだだそれすら夜ののの手ににささ愛よようまたねと呟いたねおおいい感じじゃないでしょうか というのは今回のフォーニーの全貌になっておりますね。はいなかなかあのー、ちょっとまあいい感じではあるんですけども、自分はあの最近キャンプをね、よくやってたというですね、まあ、Twitter なりなんかこう放送なりでよく言ってたんですけど、あのキャンプしてる時にですねあのぎっくり腰になりましてね、えー、もうぎっくり腰の今、ギがだいぶ裏返ってたぐらいのね、ぎっくり腰になりましてね、いや、今だいぶ。 良くななななっっっててはいいるんんんででですすけどこれを録音したたねなんかか腰痛えなとか思いながら <laughs> 頑張撮まあ歌に関して言えば、うん、まあ腰というかまあ腹筋というか背筋というかは結構重要かもしれないんですけど、まあ、全然あの自分もあの、えー、ロキソニンテープ貼りながらもうあの聞かないかもしれないけどとりあえずロキソニンでも飲みながらですね、えー、頑張って撮りましたんで結構いい感じの、えー、テイクにはなってるんじゃないかなと思います。 はいえー、大丈夫です。まあ、自分であのぎっくり腰はもう治りましたんで全然大丈夫です、えー。という感じのフォーニーでございます。フォーニーですね。はい。こちらの方、大体全体の方を見てきましたんで、またちょっと通して聞いてみようかなと思います。はい。えー、こちらを、えー、ちょっとインストの方を下げます。これで聞いてみます。どどん この世で造花より綺麗いな花はないわなぜならばすべては嘘でできているアンティァシーワールドラルラルラ

いつしか空の目が嫌になり合った色の眼鏡を解いている鏡にもる私を描いてやれしもが見間違った京都どうせ愛なんて物に群がりそれを欲していけるのだ今日も泳いでいる夜の電車が通り去ってゆく踊り明かせよパッパラパッパラパッパッパッなぞな魂を手いましょうなぜなぜここが痛むのでしょう 散々な日々は変わらないわ絶望の雨は止まないわ さよならも言えるまま泣いてフォニーフォニーフォニー嘘に絡まっているただ簡単なこともわからない分私ってなんだっけそれすら夜の手にほたされて愛のようにさよならまたねとつぶやいたフォニーフォニーフォニー嘘に絡まっている私はフォニーどうかだけが知ってる秘密のフォニー はいというわけでこのような感じであります今回はつみきさんの「ファニーの方を歌わせていただきましたちょっとね、えー、冒頭でも話した通り自分はあの盛大な、えー、いろいろなミスを、えー、犯してしまいましたんで今日は YouTube の方に投稿しましたけれども、えー、明日、えー、何時でしょうねうーんちょっと時間はまたあとで言いますけども、まあ、明日ニコニコの方にも、えー、投稿しますんでそちらの方も。 あのー、引き続き同じく、えー、よろしくお願いしますというところであります。はい。という感じですね。ちょっと一瞬画面戻しますね。一瞬、はい、バペッツと戻しました。と、あのー、いう感じですね。フォニーの方よろしくお願いします。で、えー、っとですねじ、これ別件なんですけど、あのー、先,先週かな先週今週かなあのー、頭に、週の頭にですね、あのー、食品の。 グッズの方をね、自分で出させていただきました。はい。で、あのー、非常に、えー、非常に、あのー、いい感じでですね、売り切れ、完売、今回、あの完売に、ソールドアウトに、えー、なりまして、皆さんありがとうございますというところであります。で、あのー、いつだったっけかな、ちょっと前にですね、ツイキャスであの放送したんですけど、で、このグ食品グッズのね、話をパラパラパラっとしてたんですけど、で、 えー、週の頭になったら次の週の分が、えー、また出ますんであのゲットできなかった方もなんかこうチェックしてくださいねみたいなことをね自分喋ったんですよ、確か。はいであの、おとといぐらいにですねあのちょっとね打ち合わせしてたんですけどこの店の方とこの食品の関係してる人の方とですねちょっと打ち合わせしてたらあのストアをですね別にした方がいいんじゃないかっていうですね案が今出てましてね。 こう、今までこう、普通のグッズとか、まあリュックだとか、なんかこう、なんだとか、指輪、指輪じゃねえ、あれ、なんでしたっけ？イヤーカフとか、ええと、あれはなんだ、ネックレスとかですね。まあ、こう、ものをですね、いっぱい出してたんですけど、あの、いきなりこう、食品が、これからもどんどん食品がね、上の方をこう埋めていくとなると、なんかこう、変なんじゃねえかなと。まあ、俺も薄々思いつつですね、今回は同じストアを使ってたんですけど、ちょっとね、そういう方がいいんじゃないかっていうことになりましてね。はい <laughs>。 ちょっとこれはまだ準備中なんですけどでもろもろのちょっと準備があってですね、あのー、来週分のいわゆる5週目分のやつがですねちょっとあのスタート遅れます。はい、これ皆さんあのもし明日月曜日になって明日の18時とかからまた新しい週のやつが出るんだとか思ってた方がいたらこれ一応あの断りを入れておきたいんですけどちょっと来週分の頭のやつがですねちょっと遅れます。はい ただ来週分には、来週分じゃない来週のうちには出るかと思いますので、その時はまたあの言いますね、えー。という感じですね。はい。食品系の方は、食品系の方のなんか、場所でやっといて、いつものようにちゃんとあの、バッグだの、なんだの、えー、アクセサリーだの、どうだのっていう方はいつも通りの方のやつでや分けといた方が見やすいかなと思いますので、そういう方でちょっと進めようかなと思ってます。はい。ですかね。うーん。 という感じでしょうかね。やばいですね。もう11時になろうかというところ。ちょっと待ってくださいね。ちょびちょび待ってくださいね。俺何かの曲を解説の方をしてないんじゃないかと思って、今ファイルを開いてみてるんですけど、えー、o ですよね。o こう今オ d のファイルを開いてるんですけど、これ合ってるんかな。多分これだと思うんですけど、 ちょっと開いてますちょっと待ってください。あファイルが見つかりません。あ、これ大丈夫かなファイルが見つかりませんと言われているが、えー、っと、ちょっと聞くだけ聞いてみるか。流れましたね。流れたということは、一応聞けんこともないので、 なるほど,どうしましょうかね。これやっちゃうとめっちゃ長くなるんですけどちょっと待ってくださいね。はい。これやるとめっちゃ長くなっちゃうんでこれは次やることにします。<笑>次,<笑>次。はい。ちょっと待ってくださいね。自分の俺の今のカレンダー見ますね。カレンデュカレンダー。ああ、なるほどなるほどなるほど。ああ、そいつはいい話だな。 まあ早くて火曜日、遅くてもまあ木金ぐらいのあたりに、えー、こちらのオードの方もね、見ていこうかなという、あとまあシルブプレジデントなり、あと何でしたっけ、ドライフラワーとかか、なんかあの辺もなんかいっぱい溜まってますんで、その辺のやつやる放送も、えー、まとめて、それは別の方でまたやります。ちょっと一瞬これ見てください。一瞬見ますけど、これ,これオードの俺のファイル数なんですけど、 もうさっきと同じぐらい物量あるじゃないですかはいこれさっきと同じぐらいの物量がありますんで今からやったら明日月曜日なのにどう考えても1時ぐらいに多分なるということでこちらはやめておこうと思いますはいそんな感じでありますこれはまた次回やりますはいいや明日自分はねちょっとねいろいろあのやることがあるんでね自分もあの寝不足になっちゃってあの死亡ということになりますんでこれはまたあの次回やりますはい 次回もこの辺もツイキャスでやりそうな気がしますけどね。という感じです。ということでえ、今日はあんまり内容が詰まってはないんですけど、今日はフォニーの方の話とですね、えー、っと、何でしたっけあ、そう、最後の方にちょっとあの食品のグッズの方の話もパラパラっとしましたので、そちらの方を2点押さえといていただけると非常に嬉しいでございます。はい。はいーと。はいーと。 ということで、えー、23時をそろそろ迎えようかなというところですので、今日の放送の方はこんな感じでスパッと終わろうと思います。ということで皆さん、えー、この後、えー、歯磨いてお風呂入るなりなんなり、えー、健やかにお過ごしください。はい。じゃあ今日はこの辺りで終わらせていただこうと思います。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。おやすみなさい。フォニー聞いてね。